はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、玉ねぎですね、小さい玉ねぎを、大きくですね育てられる方法というところでご説明していきたいと思います。で、結構ねもうね寒くなってきまして、玉ねぎですね、結構ね、寒さにやられないか心配だよっていうね方もいらっしゃるかなと思います。今日はですね、そんな方に向けて、玉ねぎですね、いかにですね、しっかりとですね小さい玉ねぎでも春に大きくできる方法ですね、そういったところをご説明していきたいと思います。で、適切なねケアを行っておけることによって、しっかりとねした玉ねぎをですね育てることができますので、よければね参考にしてみてください。はい、この動画を見ることによって、この時期にですね小さい玉ねぎ育てていくんですけれども、春にですね大きくねする方法、ポイントですね、そういったところが分かるようになりますので、よければね参考にしてみてください。初心者の方でも分かりやすく説明していきたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですね、小さい玉ねぎのまず特徴としてですね、小さい玉ねぎは苗がね、根が、根っこがですね少なくね、寒い地域では生育が難しいことがあります。でも適切に水やりや、成長をですね活力剤とか防寒対策を行ってあげることによって元気よくね育っていきます。はい、ではね早速説明していこうかなと思いますけれども、結論から言ってしまいますと、まずは適切な水やりをしていきます。そして、肥料とかそういった活力剤を使っていこうというところになります。そして、防寒対策をしていこうというところになります。この3つをですねしっかりとやってあげると良かったりしますので、はい、早速ね一つ一つ詳しく説明していきたいと思います。はい、こちらはですね今ね玉ねぎ育っていまして、小さいですね玉ねぎの苗をですね植え付けたところになります。こんな感じでね、やっぱりねちょっとちっちゃいですので、成長が少しねゆっくりだなってね思います。そしてちょっとここは冷気ですよね、ちょっと支柱みたいなものをここにねはわせて、このビニールですね、黒マルチが風で飛ばないようにもねしています。はい、そのおかげもありまして、こんな感じで元気よくね玉ねぎねどんどんね育ってはきてはいるんですけれども、さらにねこれお水ねあげたりとか活力剤をあげたりとか、あとねトンネルをねこれからしてやっていこうかなってね思いますけれども、元気よくねこれで育っていきます。ではまずは水やりについてになります。植え付け直後の水やりが苗の成長をですね促進させるためのポイントだったりもします。理由としては、小さい苗は根の量が少なくて土への定着が弱いんですね。なので水分を補う、ね、必要があるんです。ただ注意しないといけないのは、過剰に与えてしまいますと、根腐れしてしまうことがありますので、適度な湿り気、水分をですね保持させてあげるっていうのが大切になります。じゃあマキさん、具体的にどのぐらいね水あげたらいいんだろうなってね質問もあるかなと思います。それはですね、実際に植え付けまして最初の1週間はねできるだけ毎日水をあげてあげるってことが大切になります。そうしてあげることでよって根の定着がしっかりとして、健康的な根っこでね玉ねぎが育っていきます。なのでね、しっかり水やりをですねやっていこうってところになります。はい、これが1つ目ですね、水やりをしていこうというところになります。そして例えばこの辺とかね代表してみようかなと思いますけれども、これね一昨日ですねちょっとね水をあげました。そうしてあげることによって、ここ土がですねこう濡れてる、黒いじゃないですか。そうした場合はしっかりね水分が足りてますよってねサインになります。そしてこちら隣見てみてみますけれども、ここ光の当たってる部分ですね、ここちょっとだけ端っこの部分が白くなってるじゃないですか。これは水分がちょっと乾燥してきてるよってねサインになりますので、そろそろまたねお水をあげて元気よく育てられるようにねしていこうかなと思います。そして2つ目になります。2つ目は活力剤を使っていこうっていうところになります。小さい苗の根を成長をですね促進して、定着ですね、活着を早めるためにですね、そういう促進剤を使っていくといいです。促進剤はね苗の成長を加速させて、強力にですね手助けをしてくれる、いいね効果があります。具体的にやり方としては、まずはね水にねしっかりと溶かして活力剤をね与えていきます。そして、お水をねあげて、水やりと一緒にあげていくっていうのがいいです。
ただ適切な濃度でですねしっかりとやってあげるってことが大切になります。あまり濃いと逆に、腐って根腐れしてしまうってこともありますので、そこは注意になります。あとは小さい苗にですね活力剤を使用することで通常のサイズの苗にですねスピードを速くなって成長していくっていうねメリットもありますので、そんな感じでやってあげると良かったりします。これが2つ目ですね、活力剤を使っていこうってところになります。なのでお水をあげると同時に活力剤もそのお水の中に入れて育ててねいくと良かったりします。そしていくことによってこちらの玉ねぎですね一体が全体的に、ね、しっかりとトン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 ですね暖かくなって大きくなります。さらにこれから不織布もしますので、不織布とかトンネルですねしてあげることによって、さらにねかなり成長の速度がアップして大きくなっていくかなってね思うところです。はい、これからのね成長が楽しみです。いい感じですね。はい、こちらですね活力剤リキダスというものですね、これを使っていこうかなって、ね、思います。こちら瓶に中にお水もね入れて、ね、ありますので、こちらね希釈薄めてやっていきます。こちらね植え付け直後2週間後は100倍に薄めてあげるといいと書いてありまして、2リットルのお水に対してキャップ1杯分のものをですね入れてあげるといいです。そうしてあげることによって、寒さとかですねにも抵抗性がつくということで、はい、こちら今2リットルのお水をね入れていますので、はい、2リットルキャップ1杯分ですねこちらに入れていきたいと思います。そして入れると同時にしっかりとね混ぜていきます。はい、そして混ぜましたらこちらの玉ねぎですねの部分にしっかりとねお水を入れてあげて、それでね水やりを完了させてあげます。はい、じゃあちょっとかけていきますね。はい、じゃーっとですねまんべんなくお水が行き渡るようにねかけていきます。これをねできるだけ植え付けて1週間ぐらいはね毎日かけてあげると元気よく育ってねいきますので、はい、そういうイメージでやっていくといいですね。はい、これでねしっかりねお水かかりましたので、この調子でね元気よく育ってねいくようにやっていきたいと思います。いいですね、生き生きとねしています。できれば晴れた日の朝ですねしっかりとかけてあげることによって元気よく育っていきます。はい、そして3つ目になります。3つ目は防寒対策をしていこうというところになります。まずね冬の寒さからですね苗を守ってあげることで成長を促進する効果があります。今日も風吹いてね結構寒いんですけれども、はい、そういうね防寒対策をしてあげると寒さからもね守られまして、地温もねアップして元気よくね育っていきます。そしてあげることによって、根っこもねしっかりと張って、大きな苗にですねどん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 ね成長して、大きく育っている玉ねぎと同じぐらいのサイズに成長していくというようなイメージになります。これはねあとねトンネルの中の温度を一定に保つことで、春にはですね通常に植えた時と同じ、苗ですね玉ねぎの大きさになっていきますので、そんな感じでやっていくといいです。具体的にねあのビニールですね使っていこうというところになるんですけれども、まあビニールがね理想的ではありますけれども、なかなかビニールねないよって方もいらっしゃるかなと思います。そういった方は不織布の上にさらに防虫ネットをかけて、それで暖かくしてあげるっていうことが大切になります。そういうねトンネルを設置する際はシートがシワにならないように注意になります。しっかりと固定をして風で飛ばされないようにね、冬の風ってね結構強いじゃないですか。なので飛ばされないようにしていきます。まずは土をですね、シートを敷きましたら、トンネルの周囲に土をしっかりと持ってあげることで、風でね飛びにくくなります。さらに隙間がなくなりますので保温効果も最大限にね引き出すことができます。そしてね、あげることによって、去年も僕ね、玉ねぎ育てていましたけれども、元気よく育って、はい、大きなね、玉ねぎを収穫することができました。はい。そして次はですね、暖かくですね、していこうというところになりますけれども、黒マルチ、まずは端っこの部分をですね、ちょっとね、不織布ですね、止めまして、そして、上からトンネルを作ってやっていくといいです。
そしてトンネルはですね、折り曲がりがする段ポールですね、こういった段ポールを使っていくといいです。そしてイメージ的にはこんな感じでトンネルを作ってあげるといいですね。そして端っこの部分はですね、土ですね、こんな感じで埋めてねあげるんですね。そしてさらに風に飛ばないようにパッカーですね、こういうものをですね、パカッとねつけられるものをかけてあげれば風で飛ぶ心配もないですので、そんな感じで対策をしていくとよかったりします。はい、そうしていけば玉ねぎですね元気よく育っていきますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。そしてこちらは泉州キーという中手のタイプの玉ねぎになります。そしてこちらが OP キーという奥手のタイプですねの玉ねぎになります。奥手の玉ねぎですね、ちょっとね苗がね成長ゆっくりで遅かったんですね。なのでちょっとね泉州キーに比べると苗の太さとかですね大きさがかなりね小さくなっているかなと思います。でもこうやってね暖かくですねしてあげることによって大きくなっていきますので、ね、それで育てていきたいと思います。あとこちらとか見てみますと、こういう風にですねこう黒マルチの中にこうやって葉っぱが入っちゃうんですね。ならちっちゃいので苗がちっちゃいので、なのでこういう風にしっかりとですね、出してあげまして、それで、元気よくね育つようにしてあげるといいです。やっぱり光が葉っぱに当たらないと光合成しないで、大きくねならないってこともありますので、ちょっとねやっぱり小さい苗の場合、あとちょっとこれ黒マルチが少しブカブカ風でねふさふさに、ね、なっちゃっていまして、それでうまくね外に畑の外に葉っぱが出ないで黒マルチの中に入っちゃうってこともあったりしますので、はじめ植え付けた直後はそういったところをですねちょっとね注意をしながら育ててあげるといいですね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこれでねちょっと水やりと活浴剤と、ねしっかりとして、育てていきたいと思います。はい、ここでねちょっとね質問があるかなと思います。まずビニールトンネルを使うことでどのような効果が得られるのかっていうところになります。ここはね今のね説明しましたビニールですね、暖かくできたり、強い風からもねやったり、あと霜からもね守られますので、健康的に、植物玉ねぎが育ちやすくなります。そして質問の2つ目としては、成長促進剤はどのタイミングで使っていくのがいいかなっていうところになります。これは植え付けた直後にね上げていきまして、そしてだいたいそうですね大きくなるまで1週間に1回ぐらいを目安に定期的にかけてあげるっていうのも一つ良かったりします。そして3つ目の質問としては、他の野菜にも同じ方法を使って育てられますかってね質問になります。これもねもちろんね他の植物も同じようにして育てられます。具体的に言えばスナップエンドウとかそら豆とか、はい、そういうねラッキョウとかですね、そういった冬を越して成長できる野菜ですね、そういったものが良かったりしますので、はい、そういう形でね同じようにしてやることができます。良ければね参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか、ね、今回ですね紹介した方法を取り入れていくことによって、遅れて植えた小さい玉ねぎの苗でもですね大きくして成功する可能性が高まっていきます。適切にね今回のねご説明した水やりとか活力剤とかね、暖かくトンネルを作っていくっていうところですね、そうやってあげることによって、去年もね僕ね育ちまして元気よくねできましたので、今年もねちょっと挑戦してやっていこうかなと思いますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。